皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆史です。今日の雑貨はですね、冒頭でほうれん草という、そんな話をするんですけど、ちょっと前回、豆に報告するっていう人がいらっしゃっていて、で、まあ、それが、それに対して、まあ、私がどう思うかって言ったら、まあ、豆という話じゃなくて、あの定期的に、まあ、うん、できれば、定量的に。 これとこれとこれって最低限報告すべきことを定期的に報告すべきかなというふうに、ちょっとそんな話をしたんですけど、<laughs> 確か同じ人だったと思いますけど、あの、もうちょっと、もう一つちょっと引っかかったことがあって、あの、冒頭でほうれん草をすると。で、まあ、その方はちょっとね、ちべたな方なのか、まあちょっとね、お仕事がまだ不慣れなのかもしれないんですけど、 ねえ、とにかく、その、こう、連想するに、<laughs> 実際にするにしても、なんか容量を得ないと。あの、伝える、伝えるべきことが伝わってなかったりとか、あの、逆に、こう、言い過ぎちゃってっていうか、<laughs> まあのその要、要点を得ないわけだから。言い過ぎちゃって。で、まあ、結局何が言いたいのそんな話になりかねないと。 いうことだったりするから。まあ、あの、結局、伝えるべきことが伝わってないよ。いうことだったんで。まあ、ちょっとね、うんど、どうしてるのかなっていうところで、先ほど言ってた豆に報告するみたいな話になったんですけど。で、この、ね、もう一つのその、口で、要は口頭で報告するっていう、そういうことが、まあ、自信がないっていう話をされているんで。 まあまあ、それとかトラブルになったというか、上司にちゃんと伝わってなかったということであるとすると、まあ、ここで何をしなきゃいけないのかっていうと、まあね、証拠を残せばいいって話ですね。まあ、紙で証拠を残すとか、あとはまあメールでとかチャットでとかっていう、まあね、報告すべきことを、まあ簡潔にというか、必要なことを書いて、で、 でまあ、前もって送るとか、えー、冒頭で説明した後、まあ、それがね、ちゃんと、あの、報告し終わりましたよって形で、まあ、後、報告でもいいと思うんですよで。こういう話でしたよねっていう、そういう、こう、ちょっとした気遣いが必要だと思うんですけども。ただ、えっと、やっぱりそういうところに気が回らない、いうことであるから。まあ、ね、そうすると、また、ね、 足りないから豆に報告しますみたいな <laughs> あ。まあ気づいたら報告しますみたいな。そうすると回数が増えちゃったりとかって。で、ただでさえね、こう上司とこう、あの、時間が、取る時間が、話す時間が、えー、限られてるんでしょうから。<laughs> あの、必要なことを、必要な感覚で、えー、報告するっていうことの中に、まあ最終的にはね、何を話したのかとか。 こういう話でしたよねって。まあ、記録とか証拠とかっていうのを残すべきかなというふうに思います。まあ、これってね、なかなか、<laughs> まあね、あのー、その人ってそんなにこう、若いというか、あの、到底ちょっとね、その、新人さんにはちょっと見えないような方だったんで、あのー、仕事に関して言うと、ちょっとセンスの問題かなというふうには思いますけど、ただ、まあね、そういう話ってね、そんなになんかこう、 あの、<laughs> 特別な話じゃないし、まあ私とかが知ってるような話だから、まあ私もどこからからね、仕入れてきたような話ですからね。だから、あの、一般的な話でだとは思うんですね、情報としてはね。なので、あの、きちんとね、そういうことが、その、ちょっと不慣れというか、不得意であれば、まあそういうね、こう、ビジネス書とかっていうのも、まあた,かたくさん出てるんで、<laughs> そういうものを読むとかね。 そういうことをしないと、ちょっと乗り遅れていっちゃうのかな、なんていうふうに思いました。えー、口頭でほうれん草するっていうことに対して、まあ、何かしら、えー、紙でも、電子でも、うん、情報、うん、証拠を残すという、そんなことが必要だと思いました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。うんのたかしがお送りしました。それでは。